130ゲーム、とりあえず半分は戻ってきた。これで残り130ってことはトータル1000枚はいけるから、あと500枚分をどっかで頑張ろう。ボーナスをね、あと3回ぐらい引ければ。お、ここはじゃあ金7狙いでいきますか。でこの時点では強弱どっちか分かんないです、チェリーってことは強チェの可能性も高くなった。さあどうなる。いやー弱チェ10ってことは弱チェでも乗せた。オッケーオッケー。お、さあ強弱どっちだ、アーチェリー。よしよしよし、強弱だったね。当たれ当たれ。乗せろ乗せろ。ヒロ。よし。まあまあまあ乗せただけマシです。来た来た来た。よしよし。うわーまた10か。お滑りだ。2度目のジレチャンス。あーないか。お、でも特命いった。お、赤までいった。おい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 、何ゲームいくか。よし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 。やっと弱者で乗った。弁当、あとは弁当でのスタイ。おおおお、あらららら、ら、え、弁当解除はないだろさすがに。あら
伝統会場。あらら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 、ら ある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 。うわー、近く出ました。サイドランプ緑で、すごいデブだよ、ほら。おっし、183ゲーム、多分弁当だと思います、これ。赤だ。なんで？なんで赤だ？なんか薄いとこいたのかね。頼むよ、マジで。ボーナスの前兆の可能性もあるんだよな、今。まだ、まだついてる。来い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 、ボーナス。よしよし、とりあえずは乗せ。いや、なんかチャンスは来たいけど。やばい、残り10ゲーム。おーしよし、あぶねえ。オッケーオッケー、これでボーナスついてこい。ダメか。ちょっと物足りんかったね。バーゾロ1回。おっ、あっ、ただこれでプラス域にはいきますね。いやー、これ伸ばしたい。残り70。あ、匿名が左にある。あー、乗るまでスラッシュいった。うわ、これ写メ撮っとこう。いやー、いいもん見れたわ。
よし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 。ピョンピョンピョン。今度は2、3回はバー揃えたい。おい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 、頼む。うわー、ラストチャンスだな、これもうあと4ゲームぐらい。よし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 、イエスイエスイエス。あぶねえ、もうフラッシュが弱いよ。おいおいおい、また残り4ゲーム。あーうわー、終わった。50ゲームで、しかもその間チャンス役なし。お、あと乗せ。よし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 、あとちょっと乗せれば200のゾーンを回せる。ノルマあと1個、残り5ゲーム。あー、いた。あるよあるよあるよ。あー、高級上乗せボーナス。うわー、ダメかー、くそー。だからあと1時間ぐらいはあるんで、あと1回何か引かないとマイナスになります。すっごいな、北斗。ガロ、ガロ、定量制やってるらしいです。定量制っていう言葉、僕知りませんでしたけど。うわー、びっしりだよ。こっちのガロは、ほら見てください、台のデータランプが書いてますけど、定量制ですって。打ちたいな。下手くそな僕でもなんとかなる気がする。うわー、剣が刺さったー、刺さったー。魔法陣ぐるぐる、さすがに開かないですよね、ここ。さあどうなる、微妙なラインです。微妙、そんなにね箱詰めてないんで。下一桁から行きましょうか。3、8、4なら勝利。4以上なら勝利です。いや、よかったよかった、あんまねー。はい、というわけで実戦終了いたしました。いや、最初は本当にどうなることかと思いましたけどもね、終わってみればなんとかなんとかプラスで終えることができました。結果のですけども、今日はオフサラリーマン番長を打ちまして、投資が1450枚、回収が1585枚でプラス135枚となりました。いやー、よかった。
わあ、ほんとね、もう最初はいただきラッシュに全くつながらず、で二王門生かしてやっと入ってちょっと頑張ったと思っても500枚、こりゃ厳しいなと思っておりましたけども、なんとか一撃1800枚のおかげでプラスとなりました。本日まああの番長打ちましたけど、僕はねちょっと展開きつくてこういうまあちょっとのプラスで終わりましたけども、まあ先ほどもちょっと多分映ってると思うんですけども、14台中12台が箱使ってる状態 でそのうち半分ぐらいがね、半分以上かが2箱以上持ってるという非常ににぎわってる状況でございました。で、なんとこちらグランドシップさん、サラリーマン番長増大予定ということですので、まあ、今後もね、うまいこと使ってくださるんじゃないかなと思います。いやいや本当に番長はもう今後も長く使っていかないといけないというふうに多分ホールさんも思ってると思うので、その中で今日みたいなにぎわい方をねしていれば、まあおそらく本当1年2年と使える機種だと思うんで、ぜひともこちらグランドシップさんに今後も期待していただければと思います。とあとはパチンココーナーもね、ガロ定量制っていうんですか、僕それはあんまちょっとパチンコのあんま分かんないんで、その定量制っていうのが何なのかよく分かんなかったんですけど、定量制だからまあぶっちゃけ調整の方も結構いい感じにしてらっしゃるんじゃないかということで、実際普通の定量制じゃない方のガロもあったんですけど、そっちの方はまあ8割ぐらいかな稼働が。で定量制のコーナーはなんと満員御礼ということでして、ね、もう至るところからねボーン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 という状況でしたので、パチンコの方もかなり気合が入っているお店さんなのかなというふうに思いました。で僕今回が初めてだったんですけども、ぜひともちょっと次回以降もね、お邪魔したい店舗さんの一つじゃないかなということで、今日は無事勝利ができました。はい、というわけで、サムライ TV をご覧の皆様どうもありがとうございました。また会う日まで、さよなら。